西口羽村駅は東京都羽村市羽東一丁目にある東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は JC58、島式ホーム一面二線を有する地上駅で京上駅舎を持つ。改札内にエレベーター一台エスカレーター二台羽村市管理の自由通路にも東西各出口にエレベーターがあるほか、エスカレーターも 東西各出口とも2利用が、上り下りとも1台ずつある。JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している、大梅駅管理の業務委託駅。駅車内には、自動券売機4台、自動改札機、自動生産機が設置されている。2005年3月25日に、友人の緑の窓口が廃止され、代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、 2012年2月21日をもって営業終了し撤去された。なお、初電から6時25分までは無人扱いとなるため、乗車駅証明書発行機から乗車駅証明書を取って乗車し、着駅で生産する。改札外自由通路の自動改札機台面に売店キオスクがあったが、2017年8月の増築工事に伴い移転した。 西口は2007年11月3日に新駅舎が竣行された。現在は自由通路拡幅等整備事業による工事が行われており、ホーム上に仮囲いが設置されている。また、西口土地区画整理事業が進められている。JR 中央線と大梅線立川大梅機関は、2020年代の前半をめどに、オレンジ帯の電車に2階建てグリーン車を2両。 連結させ12両編成運転を行う。そのため当たり駅は12両編成の列車が停車できるようにホームを延長する工事や信号設備改良、校内配線の一部変更などが実施される。2019年度の1日平均乗車人員は13,687人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。 東口駅舎東口には路線バスやタクシーが発着し、声優やビジネスホテルなどの商業施設が多く、また、くるくる回るモニュメントも特徴となっている。また、西口は商店街であるが、現在区画整理事業が行われている途上で、2007年11月3日には新駅舎が完成した。西口の土地区画整理事業については2003年に計画されたが、 住民や地権者らと羽村市との間で反対運動と事業計画の見直しが続けられてきた。2019年2月22日には東京地方裁判所で市による事業計画決定を取り消す判決があった。1990年代に羽村市内循環線が存在していた。当駅付近には羽村駅に芝バス停に停車していた。出店広報資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。